皆様こんにちは。フルートミュージカル創造者の斉藤舞香ですえ。今ね、レッスンが終わったところです。今日は最後のレッスンはクリスタルフルートのレッスンでした。えっ、ー、と、その前がオカリナでね、その前がフルートでと、はい、なんかね、うちの教室はいろんな楽器を、はい、取り扱っております。えー、そんなわけでですね、あの楽器紹介って本当は多分カテゴリーごとに、あの、多分紹介した方が良かったんでしょうけども、えっ、ー、と、たまたま 最後にあった楽器がクリスタルフルートだったので、えこちらね、あの、ご紹介させていただきます。えクリスタルフルートの演奏動画をたくさんあげているので、またそちらの方ね、音聞き,きたいってい方はご覧になってください。えー、こちらは、えっ、ー、と、ブルーデイジっていう柄がついています。透明で綺麗でしょで、穴は指穴が6つ、で、吹き口が1つ。 という形になっています。この子はデイピッコロというサイズになります、えー。クリスタルフルートの中では一番小さな楽器です、えー。この楽器を使ったコンサートを11月、そして12月にさせていただきます。まず手前の方から。えー、11月11日。覚えやすいですね。クリスタルフルートの日 <laughs> 棒だからはい。えっ、ー、と、11月11日に、えっ、ー、と、金曜日なんですけれども、えっ、ー、と、大阪の えっと、東梅田協会さんの方にお世話になります。東梅田協会のロビーコンサートというのがね、月に1回あるんですけど、第2金曜日の12時20分からお昼の1時までの間ですね、40分間のコンサートとなっております。え、その中で、えっと、急遽、あの、はい、出演させていただくことになりました。え、諸事情がございまして、えっと、予定してたのと全然違うんですけれども、えっと、11月11日に、はい、あの、させていただくことになって、今からプログラム もうばと決めて、えっ、ー、と、まあ、練習に入るという形になりますが、はい。 いつもね、やってるあの、フルートのね、シホちゃんと一緒にさせていただきます。えクリスタルフルートの量オで、がっつりと、はい、楽しんでいただけると思うので、クリスタルフルート興味あるよとか、クリスタルフルートのアンサンブルの音色聞いてみたいなという方は、こちら入場無料ですので、ぜひ、大阪の東梅田協会さんの方にいらしてくださいね。え会場でまたね、こちらの楽器と共とに皆様とお会いできることを楽しみにお待ちしております。はい、それでは今日は、えっと、うちの楽器 えっと、紹介シリーズからクリスタルフルート、ブルーデイジーを紹介させていただきました。それでは皆様、またね。